Hey guys! どうも、ナナサリーサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は見てください。この英語本の山。英語の本を大量購入したので、ちょっと今から速読を動画の中でやっていこうと思います。ちょっと読めるだけ読んでいこうかなっていう感じなんですけど、読んで終わったらレビューしていきます。レビュー動画はまたね、一個ずつ作っていくと思います。で、そのレビューが終わったらなんと、皆さんにプレゼントしようと思ってますので、しかも英語本の速読になるので、結構問題集的なのも混ざってるんですね。問題集的なのは問題もちろん解いてる時間もないので、ちょっと解かずにどんなもんなのかすごく頭の中にサラサラサラっとこう入れて、勉強法とか、あとこのこんな新しい知識があるんだみたいな学びがあればなと思います。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、19冊、ね、このもう上から片っ端からね、読んでいこうと思います。1時間で読み切れたらいいかなっていう感じです。じゃあ早速、私ガチで集中モードに入りますね。伏せそうでは伏せない日本語、ちょっとじゃあ読んでいきます。あ、だめだ、取る、カバー取る、本気本気でカバー取るわ。まあ速読に入んないけどね、英語の本なんで、こう問題とか飛ばすしね。まあ、多分速読というか目を通す感じだな今日。一冊終わり。あ、あとまだ十何冊ある。ちょっと待って。ちょっと。ヤフーっていうとこ後でやる。次はこちら。これ英語で言えますか。いや、カバーつけたまでいいや。
OK、面白い。次、そんな表現でそんな意味、英語面白ノート。学校で教えてくれない英語特有の語彙、面白いな。うん、これすごいな、長いな、文だな。面白い。朝食はブレックファストだけど、ファストっていうのはファスティングとか断食っていう意味をブレイクする、つまり朝食、断食を破るっていうことであれなんだって。なるほどね。そうやって覚えると、はがきはちょっと取っちゃいますね。ズボンの中にハエがいるでムズムズするだって。ドギードグワールで弱肉強食。なるほどね。面白い。これは面白い。英語面白いノートは本当に面白かったです。なんかなんだよ、なんだろう、この動物をね、人にこう例えたらっていう、例えばアホな人のことをなんて言うかとか、そういうことが書いてあったんだよね。超面白いなこれね。前まで前置詞ですね。これ結構なんか問題集的な感じになっちゃうかな。イメージですね。その中でもいいところだけピックアップされてる感じ、前置詞のこのイメージはすごく大事なのでいいと思います。はい、気になってるこちら、次ドラゴンイングリッシュ英文法編ですね。
あ確かに、難しそう。うん、はい、まだいっぱいあるよ。ルーツを覚える英単語いきます。何分だろう、何分だった、20分ぐらいか。20分ぐらいですね。基本英文、さっきのドラゴンイングリッシュの基本英文の方ですね。あ、CD が一応あるけど、壊れないようにちょっと避けておこう。
るほどね。面白いわ、面白いわ。これは私が笑顔になってる。次、もしもネイティブが中学英語を教えたら、あ、このデイビッド・セイン先生の方は結構ね、いいんですよね。なるほどね。あー難しいね、面白いわ。 Do you want any coffee? Do you want some coffee? あーそうなの。 Everyone has his own opinion じゃなくて Everyone has their own opinion なんだよね。あ、ごめん、独り言。あ、面白い、このニュアンス。なんかね、外国、私もなんか感覚的にやっぱ外国人に近づいてて嬉しいなって思いました。なんかそうなのみたいな、なんかちょっと違うんだよ学校で習う英語はみたいな。次、超基礎固め分かる英語長文。これ多分問題集っぽいですね。さささっと見ますか、一応どんな感じだ。あー、なるほどね。はい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 。あー、これね、なるほどね。あー、面白いですね。はい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 、こうなってんだ。あー、まあいい本ですね、割とこれ。まあ問題集なんでね、問題集だわ。問題集はちょっと飛ばすわ、私ごめんなさい。速読とか言いながらごめんなさい。問題集読んで問題解かないと意味がないからね。はい。でもどういう人に向いてるのとかは分かった、これで。あれ、これさっきと一緒。あ、これはちょっと難関突破で難しくなってるんだ。これも多分ね、問題集っぽいですね。ちょっと CD が入ってるからちょっと割れないように後ろから見てください。そうですね、これも問題集ですね。なるほどね、こういう感じね。もうこういう問題集が本当にいいのかどうかとか、どういう人にとったらいいのかとかっていうのもですね、ちょっとレビューしようかな、後でね。また別の動画でレビューします。はい。おー、なんか近づいてきた、終わりが見えてきたぞ。なんか自分のすべてを英語で口にできる本。
桜の曲ね、Fake Fire とかね。OK。最後です。英語の仕組みが見える基本動詞前置詞イディオム1000、クリストファー・バーナード。あー、なるほど、これいいよ結構。これちゃんと勉強したい人にはすごくいいかもしれない。はい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 。あ、でもここまで覚えてもどうなんだろうな。それはいいよね。あ、なるほどなるほどなるほど。はい、という感じで読みました。もういいや、もう終わりできた。何分かかったかな、だいたい50分ぐらいですね。ちょっとね、集中してた。でもまあなんとかね、ちょっとね、ごめん、これ速読とかって言いながら英語のね、本というか問題集も結構混ざってたんで、ちょっと速読にならなかったところも多いと思うんですけど、まあ一応ですね、私が言う速読っていうのは得たいものを得る読み方なんですよ。で、私はこの本を読んで、なんかこうどの本のここの部分が動画になりそうとか、新しく得た知識だなとか面白いなっていうところをですね、今回つかみたかったので、まあ1時間で全部なんとかやりきってよかったかなと思います。そんな一応我流の漢字の読み方でバーって読んでいったんですけど、ちょっとねこれからねどうしようかな、すごくねみんなにシェアしたいっていうような内容が結構いくつか書いてあったんですよ。で本当はみんなにこれすぐプレゼントしたいなとも思ったんですけど、ちゃんと一冊ずつどういう人に向いてるかっていうレビューもしていきたいし、あとはその動画にね面白いなっていうのは動画にもしていきたいなと思ってるので、ちょっと時間かかるかもしれない。でもちょっとクリスマスまでにはクリスマスプレゼントみたいな感じになればいいかなとは思います。はい、いや、よかった。ちょっと早速もう一冊ずつね、本当によかったですね。もうレビュー、私はもうね多分ね深くはもう多分読まないと思うけど、これ以上ただまあレビューして、あとは、どういう人にとってこの本はいいかとかっていうのは今、一通り把握はできたので、ここのところを紹介しようとかね、いろいろ頭の中で今考えながら読めれたのでよかったかなと思います。皆さん楽しみに。あ、で、あとね、これね、一応私中古で買ったんですよ。新品で本当はね、買ったらよかったんだけど、まあ中古で買ったんで、書き込みとかないって書いてあったんですけど、多少はあったんですね。で、私の書き込みじゃない状態なんですよ。で、皆さんにプレゼントするときは、私、まあ多分、いらないかもしれないけど、ちょっとサインみたいな、メッセージみたいなのを書いてね、ちょっと皆さんにプレゼントしようかなと。まあとりあえず、皆さんに早く送れるように、そして質のいい動画をいっぱい出せるようにですね、ここから得た知識をちゃんとアウトプットしていきたいなと思います。はい、ということで、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。では、See you! めちゃくちゃ長い動画になって、どうやって編集しようかなって思ったんですけど、まあこんな形になりました。みんなもね、一緒に読書したり勉強したりするときにこの動画見て一緒に頑張ってもらえればなと思います。ではお楽しみに。これからどんどん英語系の動画上げていきます。